近峰山山町にある送信所株式会社熊本市 TFM は熊本県熊本市の一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である FM791 の愛称でコミュニティ放送をしている24時間放送で平日は1日のうち13時間が自社制作これ以外はミュージックバードの番組を再送信 一時は JWave もネットしていた。エリア内の世帯数は約33万世帯、人口は約100万人、JCOM 熊本では 81.0MHz、c a n システムでは B-20CH、U1440 では A-22CH と C-26CH で配信している。1994年以降、 全国的にコミュニティ放送局が相次いで開局し、九州では西日本鉄道が福岡市においてコミュニティ放送局を開局する意向が報道されていた。このような中、熊本日日新聞社、テレビ熊本、熊本工業大学がそれぞれ個別に熊本市当局に開局を持ちかけ、これらを一本化して誕生したのが熊本シティ FM である。なお、 熊本工業大学は開局直前になり、枠組みから離れた。出資者も、熊本市を筆頭に、熊本日日新聞社、熊本リビング新聞社と続き、その他金融機関や地元企業、団体が名を連ねている。代表取締役には、熊本市の元助役が就任した。開局構想の発表は1995年秋と、 西日本鉄道よりもかなり後だったが、急ピッチで準備を進め1996年4月1日に、九州発のコミュニティ放送局として開局した。なお、西日本鉄道が出資する天神 FM は、当局の半年後の1996年10月1日に開局、ラブ FM の事業譲渡を受けるため2010年12月31日廃局した。熊本市は、 2010年4月より、実地会等に無償配布していた熊本市緊急告知ラジオを2012年6月から市民にも有償配布している。熊本市 TFM 以外の FM 放送も受信できる。ありがとうございます。